どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日もこの小さなウクレレを使いましていろいろな曲に挑戦してみましょう。さあ皆さん音楽始めましょう。今回はですね、そうだ、皆さんご覧いただけましたかね、この動画、スザンヌさんとこの間先日ねコラボしたんですよ。ガズレレ YouTube チャンネルとスザンヌチャンネルさんの方でお互いね、こう動画をアップロードしたんですけど、スザンヌさんもウクレレもう夢中ですからね、その時の会話の中で出てきたスザンヌさんの曲も今度やりましょうということで、今日はその曲取り上げたいと思います。スザンヌさんの所属していたパボというグループのこれ、恋のヘキサゴン、このなんていうかこう本当ハッピーな元気モリモリの曲です。これウクレレに結構合うし、もう本当にこれ元気エネルギー炸裂みたいな感じで、これみんなで歌ったらまた楽しいかなと思います。はい、やってみましょう。いつものように2バージョン、最初のバージョンは初心者様でもなるべく簡単にできるようにしているガズレレ流超シンプル簡単バージョン、後半のかっこいいバージョンは8ビートの疾走感満載のなかなか奥が深いシンコペーションとか出てきて面白いですよ。ちょっとかっこいいバージョン難しいけど面白い、これをやってみようと思います。2バージョン最後までご覧になってください。さあ皆さん音楽始めませんか？音楽聴くの最高なんだけど、やる方がもっと最高なんですよ。今ご覧くださってるガズレレ YouTube でチャンネルではですね、楽器今まで触ったことないですとか、私不器用できっと無理だと思いますという方も、もうどんどんウクレレで弾き語りができるプログラムがございます。もうちょっとしたらここにねリンクあるんですけど、そのリンク先に行ってもらってウクレレ触って動画見てるだけでもあっという間ですから、ぜひ皆さん音楽始めましょう。ここですよ、いってらっしゃい、クリック、いってらっしゃい。そこには今までガズが取りためてきたありとあらゆる音楽ジャンルの曲がウクレレで簡単に弾けるようにしているレッスン動画、すでに1400曲以上もアップロードしております。これから音楽を聴くからやるに変えていきましょう。それでは行ってみましょう。恋のヘキサゴン、まずは初心者さんでもすぐできるガズレレ流超簡単シンプルバージョンやってみます。ワン、ツー、ワン、ツー、スリー、フォー。ほらほらほら、好きになったね、ヘキサゴン。ワン、ツー、スリー。足し算、引き算、苦手だわ。損する恋愛したくない。ルート計算できないよ。奴の心のルートは知ってる。逃がさない。しとけ、男の子は純情ね、メールのハートマークも数だけ好きになる、これで一頃フラフラ、ちんぷんかんぷん元気よく、ちんぷんかんぷん可愛くね、女の子よりちょっとおバカな女の子、ちんぷんかんぷん元気よく、ちんぷんかんぷん可愛くね、ほらほらほら、好きになったね、ヘキサゴン、ちんぷんかんぷん。せーの、じゃじゃん、恋のヘキサゴンやってみました。可愛らしい曲ですよね。これも元気だよみたいな、そんなねこうメッセージがすごいパワフルな曲だと思います。今聴いていただいて分かったと思うんですけど、今のガズレレオリジナルショートカットアレンジバージョンになっています。後半のかっこいいバージョンはサビもう一回繰り返すというぐらいのちょっとロングバージョンですけど、もうここまででも十分ね、この曲のもういいところ満載だと思うんで、ゆっくり4つ弾きでやってみましょう。そして今動画とねガズレレ動画と一緒にゆっくり一緒にできたという方は、次はですねご自身だけで歌ってみるのをおすすめします。その時にやっぱりノートに書き出したりこうプリントアウトしたものを見ながらねやるのがいいと思うんですけど、その時の参考になるようにいつもねガズはこうやってノートをですねこうやって皆さんにこうやってここで写してシェアしてるんですけど、ただいまこのサービス始まっております。はい、ガズクラブです。ガズクラブっつうのは一体何かといって、毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、今日の恋のヘキサゴンを含むガズが今まで取りためてきたもうあらゆる音楽ジャンルの曲のノートの楽譜が皆さんのお手元に毎月5曲選んで
ダウンロードしてご利用いただけるという画期的なサービスで、もうすごくメンバーさんもう今増加中でございまして、ね、もうそろそろ600名ということで、本当に、ね、ご活用いただいてありがとうございます。そしてそのガズクラブ内ではですね、毎月2回、ガズクラブメンバー限定のオンラインライブ配信、これが大セッション大会で世界中からの参加があってね、盛り上がっております。あ、だけどちょっとここでこのイベントがその間に入ってきます。11月11日はこれどなたでも参加できるガズレレの日なんですよ。11月11日ってほら1111でね、弦が4つでしょ。これでねガズレレの日というふうに勝手にガズが制定してるんですけど、これのね、もうお祝いイベントです。ガズレレの日みんなでお祝いしましょうというイベントが11月11日夜8時平日ですので夜8時に開催されます。これでぜひ皆さんどなたでも参加できます。最高に面白いイベント、プレゼントも盛りだくさん、なんとガズのわがままウクレレとか他のウクレレもいっぱい当たる抽選会もございますのでチェックお願いします。そういうわけでこのガズクラブメンバーに入ってもらうと、それが毎月2回行われているということで、もちろんそこは参加無料です、メンバーであればね。それで非公開の SNS があって、そこで皆さんの、ね、演奏発表できる場所が3カ所ぐらいあったり、ガズが毎朝7時にラジオ放送、これがねいいラジオ放送なんですよ。毎日7時からやってますよ。はい、そんなのやってるんでぜひねこれクラブ活動参加してください。よろしくお願いします。そしたら楽譜を移してまいりましょう。はい、こんな感じでございます。はい、ここからね、ほらから始まるんですけど、ここ止まるとかこういうテロップが書いてあるけれども、ちょっとここくるっと囲ってるでしょ。ここはですね、キメとかこの矢印とかかっこいいバージョンではちょっとここね、あ、かっこよく弾いていきます。はい、でここから歌が始まっているんです。この矢印マーク、これリズムが前にスコーンと食い込んでるシンコペーションマークということでやってるんですけど、まあこれこんな感じでさっと映すんで、一時停止してメモっていただくか、動画のテロップを一時停止してメモっていただくのもいいと思いますし、ガズクラブでゲットするのもいいと思います。これはですね、もしかして可能性としてはね、リアルで皆さん会えるようになったら、もうスザンヌさんをゲストにこの曲みんなで歌おうってことにもなりかねないですから、皆さんちょっとこれ、はい、ちょっとさっとこう映しておきます。ちょっとね、こう下ギリギリまでになっちゃいました。はい、ここがこんな感じ。最後は、ちんぷんかんぷん、これちょっとちっちゃかったんですけどね、これね、ここが結構最後のエンディングの一フレーズ。はい、で、かっこいいバージョンではここ C から G7 に行って、またサビを繰り返すというちょっとだけロングバージョンでやろうと思ってます。ちょっとね、今日ねちっちゃくなっちゃったんですけど、出てくるコード、ここに書いてあるコード紹介していきます。 C と Am と F と Dm と D7、G7、Em7、E7 ということで、入門コード8個でこれできます。はい、この8個のコードはね、ほんと入門コードなんで、ご安心ください。これです、ガズレレ必須コードでございます。このガズレレ必須コードというのは一体何かというと、ウクレレで音楽を始めようかなと思っている方に一番最初に覚えてもらいたいコードのグループでございまして、これ10個あるんですよ。10個もあるのと思うかもしれないんですけど、1個ずつ見たらめちゃくちゃ簡単。なんだけど、10個いっぺんに覚えようと思うと頭が混乱するんで、私がめちゃくちゃわかりやすく解説している動画、ここに貼っておきます。このガズレレ必須コードも必須だから、絶対覚えておいた方がいいです。今日その中の8個ですからね、覚えちゃいましょう。楽しく覚えられる。ナイスな動画になっております。はい。じゃあ、ここからかっこいいバージョンの解説の方に入っていきたいと思うんですけど、やっぱここでいつもこのタイミングでガズが伝えたいのは、今の4つ弾きでしっかり歌をマスターしましょう。この曲はあの3名の方がね歌われるということで、なんかね簡単でしょっていう風に思われるかもしれないんですけど、いやいやいや、歌ってみたらわかります。結構リズムとかメロディーライン難しいですよ。ここしっかりこの4つ弾きでこの歌をマスターしてから、この後のかっこいいバージョンに進んでいきましょう。じゃあかっこいいバージョンの解説に入っていきます。出てくるコードは同じなんですけど、やっぱりリズムが変わりますね。この曲は結構元気モリモリの感じでいきたい、疾走感もある感じでいきたいやつですから、このリズムと8ビートのチャというリズムでいってみようと思います。8ビートのチャっていうのはこういうリズム、ドンダンスとタツドンタタスってチャ、この疾走感満載、これでいこうと思います。このリズムの弾き方、ここにリンク貼っておきましょう。このリンク先はウクレレでできるリズムのいろいろというガズレレホームページの1枚で、その中から8ビートのチャという動画を、見ながら、こうしっかり濃厚レッスンをしてもらいたいんですけど、これいつも言ってることなんですけど、普通の8ビートっていうのができないと、ちょっと8ビートのチャというのができないので、こういうのストロークっていうんですけど、このリズムの確認、手で弾くやつをね、こういうの初めてやるよという方は8ビートからやって見るのがいいと思います。8ビートっていうのはちなみにこうです。じゃじゃんじゃじゃん、8ビートのチャが入ると、このチャが入るとまたこうね、もうドラムのドン、タとスとタン、このスネアドラムのね、パーカッションの感じ、要は打楽器の要素が入ってね、かっこよくリズムも立体的になりますから、ぜひこのリズムを使ってやっていきましょう。そしてですね、この曲このマークが結構入ってきます。この矢印マークはシンコペーションといって、リズムが前にスコーンと食い込んでくるよということなんですけど、まずねこれね、いきなり A メロのところの出だしから、このシンコペーションマーク、このタシザン、ヒキザン、ニが出たら、ここから始まりますね。ちょっとゆっくりやってみましょう。ここ1,2,3、足し算、引き算、苦手だわ、損する、
今の分かった？リズムがスコーンとちょっとね、前にこう食い込んでくるんですよね。ワン、ツー、スリー、フォー、ダーンなんですよ。普通だったらワン、ツー、スリー、フォー、ドン、ダン、ドド、ダンでしょ。シンコペーションはワン、ツー、スリー、ドッ、ダーン、前にドーンと食い込んでくる。この感覚、A メロのところですごい勢いで出てくるんですけど、これがね、結構リズムがどっか行っちゃったり分かんなくなっちゃうみたいな感じがあるんで、もう一回やってみよう。ワン、ツー、スリー。足し算引き算苦手だわ、そうする恋愛したくない、ぐーっとこの辺のリズムね、これはですねちょっとあの慣れが必要です。スタンダカタンダカタンダカタンスタンダカ、口で言ってみるとね結構比較的分かりやすくなるかもしれません。そしてこのね、今この矢印マークイントロのところのほらほらほら、これサビの中でも出てくるんですけど、ここのところでほら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 ーの、最後のラのところで、シンコペーションが入るっていうイメージですね。ちょっともう一回やってみよう。ワン、ツー、スリー、フォー。ほらー、ほらー、ほらーみたいな感じ。ほらー、ほらー、ほらー、これが結構かっこよく決まるかな。言葉と一緒にこうリズムが、シンコペーションが合わさってるんで、ここが一番わかりやすいかなと思います。そして今のイントロのところで、できればですけど、このカッティングっていう要素が入ると結構かっこいいかなと思う。ちょっとやってみますね。ワン、ツー、スリー、フォー。ほらー、ほらー、ほらー。ダダツタダツタタン、こんな風にできるとかっこいいんですけど、ダダツタダ、このツっていうのを買ってきますよ。左手見て、パッとこう触って音止めてる。大げさにやるとこうです。これをカッティングと言います。でこの止めてる時にカチャというわざわざ言わせるんですね。こんな感じ、ダダツタダツタタン、こういう風ができるとかっこよくて、ちょっとそのまま流れでいきます。ワン、ツー、スリー、フォー。ほらほらほら、好きになったねヘキサゴン。次もねカッティング入ります。ダダツタツタツタン、ここがちょっと難しい。ダダツタツタで、次足し算引き算のところはシンコペーションになって食い込む。ダダツタツタツタ、足し算引き算、ここがちょっと難しいです。イントロちょっと最初からもう一回。ワン、ツー、スリー、フォー。ほらほらほら、好きになったねヘキサゴン。次ですよ。タタタタ、足し算引き算、これ足し算のところでシンコペーションがズコーンとくるんで、もう波状攻撃みたいなところになるんで、このね、前奏から A メロにかけて、ここが結構一個のキーポイントになると思います。そして動画の中には止まるとかツタタタタタっつのあるんですね。これもちょっとやってみようかな。1番の一番最後、やつの心のルートは知ってる。次止まるよ、止まる、逃がさない。次はツタタタタタタタドーン、また次もシンコペーションツタタタタタタドーン、でもシンコペーションなんですよね。なんでここら辺がちょっと難しいところであるんですけど、こう止まるとかこうテロップに書いておくんで、そこはご注目です。そしてねサビ、これはですね、ちょっと難しいリズムなんですけど、これ普通に8ビートのチャでサビやっちゃうのも一個の手ですよ。そうするとこうなります。ちんぷんかんぷん元気よく、ちんぷんかんぷん可愛くね。これでもまずいいと思うんですけど、やっぱりこの元気曲を聞きますと、ここはねタツ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 ってこう元気いっぱいのこうリズムが入ってるんです。これやっぱりカッティングが登場しちゃうんですよ。ちょっとかっこいいバージョンの弾き方をやってみようと思います。ワン、ツー、スリー、フォー。ちんぷんかんぷん元気よく、ちんぷんかんぷん可愛くね。これ簡単そうに見えるんですけど、このリズムめっちゃ難しい。左手で音を切ってるんですね。右手では止めてない。左手でこういちいちこう弦を触れて止める、一個ずつ、今大げさにやってますけど浮かせるだけみたいな感じで、これをカッティングなんですよ。これをきっちり止めながら歌を歌う、なかなかの脳トレでございまして、これは結構高度なテクニックです。カッティングのやり方はですね、先ほどのリズムいろいろの中の下の方にね、カッティングの超解説動画上がってますんで、ちょっと時間ある時にカッティング動画見ながらやってみてください。こんな感じです。ダッ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 、このリズム感キープするの結構難しいです。はい、そしてその次もですね、このテロップにもこんな感じで書いてあるんですけど、タツクタツクタッタッタ、これ可愛らしいんです。最初からサビからやってます。チンプンカンプン元気よく、チンプンカンプン可愛くね、背伸びしたおん、次で料理ちょっとおバカな女の子、はい、こんな感じですね。タツクタツクタッタッタ、これ
このテロップのまんまなんですけど、こんな感じで記名を入れるとよりここら辺のサビのこう可愛らしさが、倍増するかなと思われます。そしてその後ほらほらほらイントロと同じですね、あの感じのやつが出てくるということで、結構ですねシンプルで簡単かなと思いつつも、このシンコペーションとカッティング、これ入っただけでかなりね難易度は増すと思うんですが、これはですねなかなかね楽しい曲だなと。ちょっと弾ける方はこの決めとかカッティング、ほんと楽しめる曲だと思います。もうアスレチックゲームをやっているような、あ、次この家紋が来たみたいな感じでね、はい、楽しめると思うし、やっぱこの歌詞もですね、僕この歌詞すごくもう大好きですね。なんかこう、なんというかその等身大でね、もう元気に楽しくいく。こんなメッセージが込められているんじゃないかなというふうに思いますけど、この曲やっぱスザンヌさんとね、こう一緒に歌ったらね、もうきっと最高じゃないかなと思いながらも、ちょっと元気もりもり、ほんと元気いっぱいね、リズムもこうシャキシャキで、ガズレレかっこいいバージョンやってみようと思います。パボの恋のヘキサゴンガズレレ流かっこいいバージョンやってみる !1、2、1、2、3。ほらほらほら、好きになったね、ヘキサゴン。そうする恋愛したくない、うんとの計算できないの、奴の心の音は知ってる、逃がさない、いい国作ろう鎌倉幕府、いい彼したいな鎌倉へ、庭に広の計算できない、恋の駆け引きを手のものなのよ、任しとけ、男の子は純情ね、メールのハートマークの数だけ好きになる、これで一頃フラフラ、ちんぷんかんぷん元気よく、ちんぷんかんぷん可愛くね、背伸びした女の子よりちょっとおバカな女の子、ヘキサゴンやってみました。これほんと結構元気になっちゃうです。このリズムのキレをね出すにはやっぱ体もこう動かしてリズムをこう捉えていくのがポイントかなと思いますね。はい、そんな感じで、皆さん大いに歌っていきましょう。さあ皆さん、さっきも言ったんですけど、11月11日はガズレレの日のイベント夜8時からございます。ぜひ皆さんオンラインで参加してください。この日はちょっと残業も早く切り上げて家に帰ってきてオンラインでウクレレ楽しみましょう。プレゼントも盛りだくさん、いろんな企画山盛りでございますんで、お願いします。はい、それでこの音楽をやる楽しさ、今度ね、周りの方にもぜひシェアしてください。その時にこの今ご覧くださってるガズレレ YouTube チャンネルもぜひご活用くださいね。チャンネルにいいねだとかチャンネル登録ぜひともよろしくお願いいたします。そしてね、ガズレレいろんなことやってます。さっきもちょっと途中でお知らせしたんですけど、ガズクラブ、こちらももうほんと500名以上のねメンバーでも本当に楽しんで、毎朝僕がラジオ配信したりしてるんですけど、このねアプリがあるんですよ。ガズレシピです。こちらの方もアプリなんでね、もうどんどん楽、いろいろスクロールできたり、メトロノーム機能ついたり、もうすごくいいですよ。まずはこれダウンロードしていただいて、これ全部ホームページのトップページからリンクかかってますからね。お願いします。そしてあとね、ガズレレではいろんなグッズがね、あるんですよ。この今、かけてストラップだとか、キャップとかね、キャップだとか、T シャツだとか、このね、水引きもね、これ私の両親が手作り、こんなのもやってたりとか、これです、これ。このリットミュージック社から出てる、この、信号機みたいな、この、赤と黄色と緑みたいな、このね、本のシリーズもね、これ3冊合わせて、もう累計そろそろ10万部に行くんじゃないというぐらいの大ヒットになってますけど、とにかくこれ分かりやすいんで、ぜひこれ本屋さん、楽器店さんなどでちょっとこれチェックして、もちろん Amazon でもありますし、
ぜひこんなのも、よろしくお願いします。そんなわけでですね、もうガズレあっちからこっちからもう大盛りでございましてですね、まあ、これからも面白いこうミュージックライブを、楽しいあのミュージックライブを皆さんにお届けしようと思ってます。音を楽しむと書くから音楽ですよ、楽しむ、これが真ん中にあって音楽、素晴らしいと思います。皆さんこれからもガズレと一緒に楽しく音楽してまいりましょう。それでは皆さん、さようなら、ごきげんよう、バイバイ。